去年の年末ぐらいに中国の SNS ですごくなんかこうたくさんの人が見てくれてるっていうのを聞いた時に本当にすごく驚いて、日本の般若心経で読んでるので中国の読みではないじゃないですか。なので本当に素直に喜びました。あまりこう二足のわらじという感じではなくて、僧侶がベーシックにあって音楽というフィルターを通してこう仏教を伝えながらメッセージ伝えれたらいいなっていう感じでやってます。薬師寺寛法と申します。愛媛県今治市というところの海禅寺という、臨済宗のお寺の副住職をしながら、音楽活動をしております。前からちょっと思ってたのが、そのお経をハモったらどうなるんだろうっていうのはずっとあったんですよ、自分の中で。ただやっぱりその伝統的なものをの形を変えるということがすごく自分の中でこう抵抗が最初あったんです。2016年松山市民会館っていう、ホールコンサートを、喫茶庫でやることになって、一回だけやってみようと思って、最初に流しながら私が読経するという、意外にもこう観客の皆様がこう合唱していただいたり、こう一緒に唱えていただく方もいらっしゃったりして、それぐらいこうなんか受け入れてくださったことにも驚いて、住職は父がやっておりまして、小さい頃は父のお経を聞いて育ったところがあるので、自分は継ぐってもう決めてたんですけども、でも思春期になると敷かれたレールに乗ってるような感じが自分の中でこう納得できずにいて、音楽というものにちょっと興味を持ち始めて、でちょっと待ってくれっていうのをずっと言い続けて音楽をずっとやってたんですけど、で、大学を卒業したその喫茶子っていうグループを頃に結成して、でそれをやっていくうちにこう自分の曲をこうライブで歌った後にこうお客さんが自分 の祖父を思い出しましたっていう、自分のおじいちゃんを思い出しました、ありがとうっていう一言があったんです。でその時に、あれもしかしたら今こうやって歌ってることがうちの、父がやってるこの法事とかでやってるようなこととそんなに違いがないんかなって思ったんです。あ、いつか修行に行こうかなってその時思ったんですよ。7年前で京都の天龍寺というところがあるんですけども、そこで2年間仏門の修行をして、もうほとんど毎日座禅と掃除だったりいろんなことをやるんですけれども、なので、僧侶をやりながらもやっぱり音楽というものは続けたいってその時やっぱり思いましたし、そこでやっぱこう気持ちが固まったっていうのがあります。結構ふるさとだったり自分の家族のことだったり、友人だったりこう大事なものについて結構喫茶この歌は書くことが多くて、一つは手という曲なんです。あ、今歌うんですねあ、おお、北森君、ちょっとじゃあ準備いいですか。準備つなげるためにこの手はあるんだよ、だから決してこの手で傷つけ合ったりしてはいけないんだよ、手を取り合うんだよ。今年の5月にリリースしたのが般若心経というアルバムです。そのいろんな方にアレンジしてもらったのと私が自分でアレンジしたものを合わせて11トラック全部般若心経です。批判も当然ありますね。伝統的なものはやっぱ形をこれはお経じゃないとか、ちゃんとこうポジティブに
け止めながら自分のやるべきことをもう精一杯やるだけだなと思ってますので、いただいたのがジョギングをしながら聞いてるとか寝る前に聞いてますとか、結構その日常の中に存在しているんだなっていうのを感じて、で自分の中でそれが一番目指してたとこだったんです。人生をかけてやり続けたいと思ってます。